いやー、刹那圭介だよ。視聴者さんに謝らないといけないことがあります。定期生放送でやってるこの箱庭の歌、この前定期生放送で無事に収録、放送は終了したんですが、その時の収録うまくできなかったです。あまりここがなんか機能不全かな、わからんけど、画面がちゃんと映れてなかったっていうことで収録の方はできませんでした。なので、この今回のやつは、今回のパートはキャスでやったのとは違っても、後で収録した感じになっております。すいません。ではやっていきたいと思います。なんで、キャスでやった範囲は全部やりたいなと思っております。このパート。すると、その時、激しい衝撃が私の体を襲った。意識が、視界が白ばんでいく。意識も曖昧になる。一切それに抗うことができない。薄れゆく中で、鳥の声が聞こえてくる。テトラ、どうか私たちの世界を救って。とんでもない運命を背負わされた、そんなテトラです。なんやけどね、何これってなったんやけどね、残念ながら今の反応はね、初見の反応じゃないんですよ。見たことあるんでね、キャスで1回やったものを2回やってるからね、初見の反応とか期待しないでね。何これって言ってたね。確か俺のキャスの時の俺は。何もない荒野。その中心に私は座り込んでいた。なんで私はこんなところに？こっちが聞きてえよ。何もわからない。何も思い出せない。私は一体誰なの？記憶喪失とるかな？記憶がなくなっとるかな？自分のことすら全く思い出せない。あれ？起きてる人がいるよ。誰が来たで。遠くの方から誰かの声が聞こえてくる。名前はスター。前見たことあるのに名前はスターって感じだったよな、キャスの時。本当だ。でも様子がおかしいな。行ってみようよ。この子も前も見た。そう言って女の子が走り寄ってくる。なんかこの世界観っていうかね、なんか世界が滅亡した後みたいな感じっていう話を視聴者さんとしたんですよ。私はこっちに向かってくるこの その子をじっと見つめていた。どうしてこんなところにいるの？君一人？かけられる声。立てないの？大丈夫？触れた手の温度に私はなんとなくわかることがあった。初めてだ。そう、きっと初めて。私は初めて人間に触れた。初めて人間に触れたって、それ初めてってわかるん？わかるもんなの。テラフォーマーズ的な感覚です。テラフォーマーズ見たことないけどな、俺。適当に言おうけどな。イメージで言おうけど、タイトルのイメージで。私は愛理だよ。あなたは？わからない。え？記憶がないの？そう。ねえ、葵、この子、記憶がないんだって。そうだった。これがアイリーで、もう一人が葵だったの忘れとった。前にも出てきたやん。暗い世界で前にもあったけんな。本当？うん、本当っぽいよ。葵と呼ばれた女の子も、私に近づいてくる。うん？でも、服にネームプレートがくっついてるね。テトラ、かな。おお、外人さんだ。そう言われてみると、外人さんみたいな顔してるもんね。出た、そう言われてみるとのパターンのやつ。よく女の子が言ってるよね。テトラ、何か思い出した？名前を聞いても思い出せることはない。完全に記憶失ったんやな。私は首を左右に振った。そうか。てか前のくらい暗い世界ってさ、テトラってこの二人と一緒におらんかったっけな。え、おったような気がするんやけど、気のせいかな。もしおったとしたらさ、前にもおるところを見たってことはさ、これ過去編みたいな感じになったん、これ。謎が謎を呼ぶよ。ま、そのうちきっと思い出せるよ。それより記憶がないなら私たちと一緒に来ない？そうだね、こんなところにいるよりその方がいいだろう。
別に断る理由もない。素直に従うことにした。わかった、そうする。よし、じゃあ行こうか。でもテトラ立てないみたいだよ。そうか、まあいいさ。とりあえず家までおぶって行こう。その後のことはそれから考えればいい。うん、そうだね。さ、捕まって。うん。葵という女の人におぶってもらう。柔らかな人の感触が私を不思議な気持ちにさせた。あ、俺としてはその柔らかな人の感触っていうのを具体的にちょっと教えてほしいところです。どうしたの？不思議な顔して。なんでもない。こういう気持ちを何というのか私は知らない。ただこの人たちについていけばそれの正体がわかる気がした。こうして私の日々が始まった。謎が謎を呼ぶよこれ。もうどういう展開なんこれ。どういう話になってきたんこれ。7月20日日曜日、競技大会の次の日。雨降ってる。昨日の夜から降り始めた雨は朝になっても上がらず降り続いている。ずっと晴れが続いていたので梅雨が明けたかと思っていたが、まだ雨。湿気に気もめる。髪の毛とか気にされたタイプなんやな。髪の毛がなんか整わないみたいな感じのタイプなんやな、涼介よ。昨日は家に帰った後、疲れていたせいかすぐに眠ってしまい、気づくと朝という挨拶だった。疲れたんやな。小鳥は昨日も敵と戦っていたのかな。そしてひよこたちもまた RCH の妨害をしていたのだろうか。悩んでいてもしょうがないよな。僕がどうしようと思ったところでどうにかなる問題ではない。早く行こう。今日は本拠地で最多祭の打ち合わせの予定である。昨日球技大会で使えたのにいきなり次の日やるんか。一日置いてもいいだろう。頑張るなみんな。降り続く雨の中、僕は本拠地へと急いだ。午前10時に本拠地に到着。おはよう歩。おう、おはよう。本拠地内には歩の姿しかなかった。おいおい、集まり悪いぞみんな。歩しかおらんのか。まだ歩だけ。ああ、もうじき泉も来ると思うが。東堂兄弟は？それならさっき企業は家の都合で来られないって電話があった。二人おらんの？二人も来んの？今回も話し合いあんなに進まなそうやな。おい、いや待ってよ、コナミはともかくさ、コナミちゃんはともかくさ、夏月はな、おらん方が進む気がするな、話し合い。いや、じゃあ夏月なしで話進めよう。うん、夏月の意見なんか、いや、うん、行こう。うん。へえ、珍しいね。そんなことを話していると、ドアが開き、伊月が入ってくる。ああ、もう鬱陶しい。雨鬱陶しい。いつまで降ってんのよ。わあ、かわいいな、伊月ちゃん。今回の服装もかわいいな、なんか。なんつうか、この緑の感じが大人っぽさを演出しているかのごとく。そして一番はその首にあるネックレス。伊月だけに、首のネックレスがいい感じでかかっております。美しい。あれ？まだあんたたちだけ？うん。夏雪とコナミは来られないってさ。へえ、じゃああとは小鳥だけね。そうそう、小鳥といえば、たぶん、これ伊月か。そうそう、小鳥といえばあの子、昨日さ。と、タイミングで携帯が鳴る。あ、ごめん、メール。で、何？ちょっと待って、コナミちゃんがどうとかっていう話さ、重要事項なんですけど、めっちゃ重要事項なんですけど。ちょっと先に聞かせろや。メールとか先、メールとかもう後で、メールはもう二の次でいいけんさ、先に、小鳥ちゃんがどうなったか、どうなんかっていう、そういう話聞かせろ。もう最優先事項じゃ。いろんなことよりも先や。いいから先にメール見ちゃいなさいよ。こらーこらー、小鳥ちゃんのことを先に話せや。
ああ、うん。りょうすけ、納得してんじゃない。小鳥ちゃんの方が先じゃ。メールは稲さんからだった。小鳥は検診のため、今日はの打ち合わせ欠席。ああ、小鳥ちゃんも来ないの。3人も来ないならもう話打ち合わせとかできんじゃん。できんじゃん。もう今日は遊ぼうよ。続けざまにもう一通メールが来る。うん、なんだ？っていうか、お前小鳥と携帯のアドレスぐらい交換しておけよ。なんで私が小鳥の出血連絡しなきゃならん。だってさ、だってさ、あ、恥ずかしいやん。小鳥ちゃんとアドレス交換とか、どうやってすればいいん？教えてよ。イーナさん、逆に教えてよ。誰？ああ、うん。小鳥も今日は、検診で来られないって。小鳥から？っていうか、あの子携帯持ってたの？いや、イーナさん。どうした、イズキ。お前、そんな変な顔で、変なものを見るような顔で、こっちを見ないでくれた前、僕は変じゃないよ。なんであんた、あの人の連絡先知ってるのよ。まあ、ちょっといろいろあって。さすがは、りょうすけさんね。あんな大人の女まで。ちょっと待って、僕はね、そんなにストライクゾーン広くないんだよ。下は12歳、上は42歳だからね。そこをちゃんと考えていってくれよ。そういうんじゃないから。まあ、何にせよ、佐藤さんも欠席ってことは、今日は俺たちだけってことか。そういうことになる。半分もおらんぞ。6人中3人が欠席しとって済むか、打ち合わせ。遊ぼう、遊ぼう。3人だけじゃ、大した打ち合わせもできないね。そうだよ、涼介。遊ぶぞ、遊ぶぞ、遊ぶぞ。はあ、もう最多祭、来週末だっていうのにどうすんのよ。来週末？もうやばいで、そろそろ決めていかなあかんねないが。それで3人も休まれたらこっちが困るんですけど、困るんですなんやけど。3人しかいないので、何をするか話し合っていると。俺は宿題をやる。お前、今どういう状況か。今言ったバカやん。時間がないんだ、時間。何をお前宿題をやるとか言い出したんだだ。確かに宿題は重要やけどな。今は文化祭のこと考えなあかんやん。アユムがそんなことを言い出した。は？宿題って何よ。何って夏休みの宿題だが。は？夏休みの宿題？今7月なのに何言ってんの。こっちのセリフだ。お前こそ何を言っているんだ。伊月、何をお前ポカンって顔してんの。これはね、まあ歩む、いや歩むもちょっとさ、7月の序盤でいきなり宿題やるかなって思うけど、どっちかっていうと歩むに賛成やぞ。伊月ちゃん、伊月ちゃん勉強しようぜ。ねえ涼介。ん？夏休みの宿題って8月31日でやるもんじゃないの。ギリギリやの。お前夏休みの宿題なめんなよ。8月31日フルに頑張らな、できんタイプやぞ。お前フルに頑張ってもできるかわからんな。読書感想文とかどんだけ時間かかると思う。本読むんにな、3時間ぐらいかかるやろ。お前だったら知らんけど。何当たり前みたいにバカなことを言ってるんだ。まあ今に始まったことじゃないしな。ああ何この空気。歩夢が宿題に集中し出したので、僕と伊月は2人で遊ぶことに。伊月、モッツァレラチーズゲームって、今噛んだけど、モッツァレラチーズゲームって知ってる？あ、知らない。あのお互い何数人でやるゲームなんだけど、順番にテンション高い声を出していくんだけど、どんどんテンション上げていかなきゃいけないっていうゲームなんだよ、次の人がね。あ、伊月そんなのダメだタイプ。やらない。残念だな。視聴者さんもそれを望んでるかもしれないのにな。はあ、なんかここに置いてあるゲームも飽きたわよね。そう言っても新しいゲーム買うお金もないし、どんなゲームがあるんよ。
テトリスとか僕がそう言うと、伊月は、うーんと、うなぎ出す。よし、せっかく三人しかいなくて、静かで落ち着いているわけだし、この時間を預かって新しい遊びを考えましょう。笑顔で言うけどさ、そんなこと考える暇があったらさ、文化祭の打ち合わせとかやらなあかんと思うよな。人数少ないけど、少ないけどできることはやっといた方がいいと思うよ。は？だってこのままじゃ大変よ。他のみんなもここのゲームに飽きたらどうするのよ。いや知らんけど。そんな時のためにもあらかじめ考えておこうっていう話なわけ。そう言われても簡単に思いつかないぞ。まあとにかく一回考えてみましょう。ということで、あれこれ考えてみることにしたのだが、そうやな、どうせならお金かけ合ってできるゲームがいいような気がするな。なんか怪獣っぽい感じがいいよな。伊月どう思う？雨、狭い室内、少人数、目と目が合う、呼吸が聞こえる、僕たちは顔を近づく、なんかの小説みたいになってくるからやめろ凌介。やれることはだいぶ少なそうだ。めちゃくちゃ頭を回転させてるな、伊月。その回転、頭の回転を別の方向に持っていったらどれだけ良かったことか。伊月も必死に頭を働かせているようだが、明暗が出てくる様子はない。大丈夫よ。こういう時こそ、成績のいい歩みに聞けば、きっといい案を出してくれるはずだわ。歩夢は勉強ができるのであって、頭がいいのかどうなのか。ね、歩夢？俺は宿題をやっているんだ。話しかけるな。マジな顔になってる。歩夢がマジな顔になってるな。こんな顔をした歩夢って言うたらさ、あんま見ないな。ああ、しょぼんとしちゃった伊月ちゃん。かわいそうに。やだわ。あの子ったら反抗期よ。おかんか、お前は。まあ、邪魔は良くないよ。そんなこと言ったって、みんなで遊ぼうって時に宿題を始めるという空気読めないやつを伸ばしにおいしでおいていいの？それはどうかんじゃ。アイム、高校とか入ったらぼっちになるタイプやぞ、お前。放課後とかに誰とも話さずに、誰とも帰らずに一人で帰るというね、カラオケ？そんなとこ行かねえよ、みたいな感じになってしまうぞ。それでいいのか、アイム。俺はそういう高校生活を過ごしてきたぞ。悲しかったぞ。おい。伊月、何よ。お前は毎年8月31日になると俺の宿題を移しているくせによくそんなことが言えたものだな。え、夏休みの宿題って誰かの宿題を移すことを言うんじゃないの。お前マジ今までどんな風に生きてきたんだよ。もう他人の足にしがみつくような生き方したんだろうね。すると歩はのっそりと立ち上がった。そしてテーブルの上の宿題をまとめ始める。お、どうした？もうダメだ。ここにいたら宿題なんてできん。そうよそうよ。だから初めからこっちに来て一緒に遊べばいいのにって言ってるじゃないのよ。いやダメだ。今日俺は夏休みの宿題を進めると決めたんだ。ということで帰る。ちょっと待ちなさいよ。歩がいつになく語気を荒げているような気がする。いや、ゲーム作った人的にはどうなんかは知らんけどね。俺はそう見える。俺はいいか、よく考えてみろ。夏行きがいないなんて一月に一回あるかどうかだ。え？だから何？あいつは遊ぶと決めたら俺たちを抜け出させない。あいつがいたら俺は夏休みの宿題を夏休みのうちに終わらせないだろう。その自信がある。夏行きどんだけ遊んどんな。人巻き込みすぎだろ。真面目な歩が時間取れんぐらいに遊び回すんや。だからこんな機会は二度とないと言っても過言ではない。というわけで俺は帰る。帰って宿題をやるんだ。何よ、私たちだったらいいってわけ？止めるな、伊月。お前ここで俺を止めたら自分がどういう目に遭うのか分かっているのか。ん？お前の宿題も終わらないまま2学期突入なんだぞ。どうやら理解してもらえたようだな。ええ。じゃあ俺は帰るから、鍵は郵便受けの下に入れておいてくれよ。
かっこいいな。なんかいつになく歩夢がかっこよく見えたな。たかが宿題をやるかやらないかという話だけだったのに、歩夢がかっこよく見えたな。みんなもあんな感じのかっこいい勉強ができてかっこいい歩夢くんになろう。そう言って雨の中、歩夢は一人帰っていった。また一人消えました。ゆずきと二人っきりだ。ああ、もうどうするのよ。私たちだけでなってったわよ。って言っても、さっきから歩夢勉強してただけだから、状況は変わんないんだけど。ま、それもそうね。ということで、ゆずきと二人っきりになる。なんだかんだ言うて、ゆずきと二人っきりって、ないな。コナミちゃんとか、コトリちゃんとか、イーナさんとか、そのあたりの女性とは二人きりになることは多いんやけど、なんだかんだね、なんか一番近くにおる女性と、なんか二人きりになることが少ないってパターンのやつやな。ほら、見てみ。そういえば、ゆずきと二人きりっていうのは珍しいな。まあ知っとったけどね、こう喋ること知っとったけどな、俺。そりゃ、だって初見じゃないもんね。きっちり初見のやつをアップできとったらよかったのになって思っております。本拠地で誰かと二人きりというのはあまりない。だからといって別に緊張するわけでもないが、とその時グーという音がした。犯人はこの人、どうやらいづきのお腹の音のようだ。お腹減ったわね。昼ご飯にしよっか。え、まだ11時だけど、早っ。結構早いな、ゆずきさん。さすが、いずいず姉さん。もう、昼みたいなもんでしょ？その、なんなん、そのガキ大将みたいな言い訳。ガキ大将ぐらいしか言わんような言い訳。ゆずきは、冷蔵庫の方へと向かっていく。なんか料理作るんだろうな。ま、いっか。いただきまーす。いただきます。二人で囲んだテーブルの上には大量のそうめんがもらえている。いいね、そうめん。夏の風物詩じゃないですか。あー、そうめん食いたなってきたと言いながらもね、今冬やけんね。リアルじゃ冬やけんな。もう核の冬っていうぐらいに寒いけんな。そうめんなんか全然合わん時期やけんな。しかもね、このゲーム内でも外が雨やけんね、晴れとる日にそうめん食えばどんだけうまいことか。惜しかった。本当惜しかった。明らかに二人分ではないが、まあ、伊豆のことだから全部食べきってしまうんだろう。バキューム伊豆やな。もう裏世界ではバキューム伊豆って名前が付けられとんだろうな。よく太んないな、伊豆。昨日はあんなに食べたのに。使うエネルギーの量が違うのよ。と言うたって伊豆な。あんま勉強とかで頭使うタイプじゃないし、かといってさ、昨日体育祭に出たわけでもないし、日頃から運動しようわけじゃないにし、逆にどこでエネルギー使いよん。ああ、こう言ったらセクハラで、ちょっと女性視聴者さんから怒られると思うんですけど、やっぱやめとこ、やっぱやめとこ。ほら、私毎日必死に生きてる感じするでしょ。100歩譲ってそういうことにしとこう。どうだか。無駄にエネルギーを使ってはいそうだけど。そうめんをすする。なんだこのタイミングのそうめんをすするってなんだ。一泊置いてきたよ。ゆずきが作ると家で食べるそうめんより美味しく感じた。うまいよな、やっぱ料理。めんつゆに何か工夫でもしているのだろうか。隠し味にソースとか入れとんじゃないだろうな。あ、そういえばさっき小鳥がどうのことって話してなかったっけ。そうじゃそうじゃ、小鳥ちゃんがどうのこのって話だったやん。なんで涼介今更。結構時間経っとるだろ。小鳥ちゃんがもう最優先やぞ俺は。涼介はそうじゃなくてもな、刹那圭介はそうやけんな。あ、そうだった、すっかり忘れてたわ。で、うん、昨日ね、小鳥ちょっと会ってもらわそうな顔してたのよ。昨日の帰り道、どこか様子がおかしかった小鳥の姿を思い出す。確かになんかちょっといつもの感じじゃなかったな。あの子がそんな顔するなんてかなり珍しいでしょ。だからどうしたのかって
聞いてみたのよ。小鳥は何だって？みんないろいろやっているのに何もしない私と、何もしてないんで私と歩だけ。なんだかんだで歩混ぜられとる。何もしててないグループ、暇人グループに入れられとるで歩。歩ここにおらんのにとばっちり受けてる。今この歩ね、ハクションでなったわけんな。ん？誰か俺の噂してんのか。だってさ、それってつまり、みんな楽しそうにいろいろやってるのに、自分だけ蚊帳の外でつまんなかったってことだよね。まあ、そうだよね。小鳥がそんなこと言うなんて、すごく不思議な感じだ。だから来年は一緒に出場しようって約束したのよ。そうだったんだ。でもね、そうしたいわけじゃないみたいな気もして。どういうこと？よくわかんないけど、試合に出たかったことかじゃないみたいなのよね。ふーん。ま、あの子自身もよくわかってないようだけど。小鳥と出会ってから今日まで、それほどの時間は経っていない。だけど、その少ない日々の中で、小鳥には若干の変化があったように思えた。いや、あったではないか。今もその途中なのかもしれない。不思議な子よね。子供みたいっていうかさ。そう、伊月の言うように子供が成長していくような、そんな感じだった。それもこれも記憶喪失が原因であることは間違いない。この先もし小鳥が記憶を取り戻したとしたら、小鳥はどのように変わるのだろう。まあそんなの、その時になってみないとわからないよな。小難しいことを考えるのはやめて箸を握り直すが、なんかこれこの辺で終わっとこう、時間もこの辺で終わっとこう。なんかそのこのガーでさ、次がなんか気になる、なんなんガーでいきなり入ったけどさ、次何が起こるみたいな感じにしとこう。ちょっと、あ、間違えたもういいや、この辺で。なんだかんだでさ、キャスでやったやつよりもさ、さらに先に進んでしまったな。まあいいや、もういっそのこと次こっから始めよう。キャスでこっから始めよう。というわけで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。週上げ。